サケン・ジャスジャコフは、ソビート連邦、カザフスタンの軍人、スペツナズ出身、中将、カザフスタン共和国軍参謀長委員会議長、国防第一次官、チム・ケント州、チャルダル村出身。1978年、IS コーネフメショアルマータ高等、諸兵科式学校を卒業し、偵察省隊長、部隊情報部長、参謀次長を歴任した。 1981年10月から1983年、アフガニスタンに派遣され、中央アジア軍管区第22特殊任務旅団に基づき創設された第177死体の情報部長を務めた。帰国後、ソイバルト軍管区の偵察中隊長、独立偵察大隊参謀長を経て、中モンゴル独立偵察大隊長となった。1990年、 MV フルンゼ名称軍事アカデミーを卒業し、アルマータ市、アラタウスキー地区の民間防衛部参謀長、副部長に任命。1992年から1994年、カザフスタイ国防省の河川人将校、参謀本部の課長を歴任。1996年、ロシア連邦軍参謀本部軍事アカデミーを卒業し、カザフスタン共和国軍参謀次長に任命。後、 作戦業務担当参謀次長、局長、参謀本部作戦計画部長、作戦計画部長、作戦業務担当参謀次長、軍団参謀長、副軍団長を歴任。2000年3月から2002年、国防省情報総局長。2002年1月から2004年12月、機動軍司令官。2004年12月から2007年4月、東部地域司令部司令官。 2007年から2009年、参謀長委員会第一副議長。2009年4月1日から2010年3月11日、地上軍総司令官。2010年3月11日、国防第一次官、参謀長委員会議長。ソ連から赤星勲章、3等、ソ連軍における祖国への奉仕に対する勲章を受賞カザフスタンからは二等。 ダンク勲章を受賞。最大2次を有する。ありがとうございます。